皆さんこんにちは、おはようございます。今日はですね、11月28日日曜日ということで、ゴールドジムジャパンカップが行われる日となっております。大変光栄なことに私審査員として選出していただきまして、本日招待していただきました。見てください、これまあジャパンカップ、まあ、本日はねボディービル競技もやるんですけど、それ以外にダンスパフォーマンスであったり武道パフォーマンスであったり、ゴールドジムが主催するすごい一大的なイベントになっておりますので、まあ、その様子をあの皆様に伝えられればいいかなと思っておりますので、ぜひ最後まで動画のご視聴をよろしくお願いします。では行ってみましょう。見てください、ここ180キロのバーベルがあります。Like wait.チェックとコスチュームチェックをやらないといけないんで、今からちょっとお手伝いに行ってきます。マスク取って。今、はい、世界の岡部充さんが写真を撮ってくれるということなので、ちょっと撮ってもらいます。はい、
それでは審査員の皆様、一度ご起立にお顔をお見せいただければと思います。会場の皆様、盛大な拍手をお願いいたします。審査員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。それでは準備ができ次第、競技開始いたします。着いたんで、ちょっとお弁当タイムします。
格的に新カテゴリーフィットモデルが始動しました。美とフィットネスが融合した大変魅力的な競技で、多くの女性の皆様がそのステージに立ちました。そこでさらにより多くの女性の皆様が挑戦いただけるような競技としたいため、本日ここでご紹介をさせていただきます。Check the mic and make sure it sound right, boys. Thank you.
の歴史を築いてこられたレジェンドの皆様がたくさんいらしていただいております。ぜひレジェンドの皆様はステージにお上がりいただければと思います。会場の皆様の拍手で背中を押してください。どうぞステージにお集めください。過去日本選手権で優勝された選手の方、どうぞステージにお上がりください。レジェンドの皆様ありがとうございます。どうぞ前の方に行かれてください。さあ、歴代のチャンピオンの皆様がステージにすべてお上がりいただきました。一方にコメントをいただきたいと思っております。2021年男子全日本選手権優勝、相澤選手お願いいたします。本日はこのような場にお集まりいただき誠にありがとうございます。先日、静香社長の方から電話で直々にスピーチをしてほしいと言われ、まあ、この場に立っておるんですけど、ものすごく今緊張しております。選手として話したいということが一つ、まあ、皆様にありまして、まあ私先日ちょっとコロナウイルスの、ワクチン2回目の接種が終わりまして、その翌日ですね、ものすごい熱と倦怠感と頭痛と、それでもう体が動かないような状態になってしまいまして、本当に1日2日ではあったんですけど、トレーニングができない状態が続きました。その時にいつもトレーニングできてるのに、まあ、今日はできないということで、すごいなんかこういつもできてることの素晴らしさに気づいたといいますか、トレーニングできるってこんなに素晴らしいことなんだっていうのを改めて実感しました。で、今日言いたいのは、まあ、現在社会問題にもなっております、まあ、高齢社会となっておりまして、高齢者の筋力低下とかそういうものが、社会問題となっております。で、まあ、ミックスドペアの選手のお二方を見ていただければ分かるよう、あのぐらいの年齢、自分から言ったらもうひいおじいちゃんぐらいの年齢ではあるんですよ。私今22なので、はい、あるんですけど、そのような年齢の方でもあれだけやっぱ元気にステージに立って元気な姿を見せているというのは本当に素晴らしいことだと思います。皆様のお父様方や、お兄ちゃんであったりとか家族の方にぜひフィットネスというものを広げていただき、健康でそして素晴らしい一生を送っていただきたいと思っております。本日は本当にありがとうございました。盛大な拍手をどうぞよろしくお願いいたします。はい、レジェンドの皆様、本日はここで初めてステージに上がるように伝えさせていただきましたが、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。盛大な拍手を今一度お願いいたします。
もう一枚いきまーす。はい、3、2、1。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。鈴木くん、あの、佐代さんと接触するの嫌なの分かるんですけど、もうちょいギュッと、はい、すいません。ありがとうございます。行きます。ワン、ツー、エンツリー。ワン、ツー、エンツリー。ワン、ツー、エンツリー。お願いします。石井先生、すいません、はいはいはい、あの隼人君がですね、はいはい、あの新しくチャンピオンになったのを契機に、YouTube を始めまして、はい、ぜひ先生の一言、コメントをいただきたいということなんで、はい、相澤選手、どうぞこちらへ、はいはいはい、今回、インタビュアーを務めさせていただきます、岡部光です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、あの、新しいヒーローが生まれました、いかがですか。いやいや、もう全く言うことないですよ。もうね、この年齢であの体なんて僕らの時代じゃね、あんまり考えられなかったからですよね。いや、もう完全に世界になれると思うんですよ。ああ、もう世界一目指して、はい、ぜひやってください。はい、あの頑張りますとしか言えないです。ありがとうございます。貴重な時間。もうでもあの若いんですが、あのトレーニング歴はそこそこ、はい、もうね、今何年やってらっしゃいますか。今 10年ぐらいですか、はい、ちょうど10年ぐらいですか、はい、先生が始められたのはおいくつの時。僕18歳の時です。18歳の時、はい、でもそれよりあのかなり上が 13?12 です、ね、12で、はい、12でも始めて、ね、一通り怪我も経験されて、もでもうまく、ね、トレーニングしたからここまで。そうですね、そうですね、恐縮でございます。なんか先生に質問ないですか。先生質問、はい、世界を制するにはどうすればいいでしょう。あ、なんかもうがむしろにやるしな。ごめんなさい。いや、なんかね、いろいろこういろいろ言ってもやっぱりね、その頂点に立つのって理屈じゃないんですよね。だから東大の方がそう言われてる。そうそう、あの理屈で行くのはね、あのまあまあ普通にあるところまで行きますよ。そうですね。そこから先はやっぱりちょっとね、人と同じことですね、勝てないので、そこをなんか人と違うことを何をやるか。あ、深いですね。いや、すごい深いこと聞きましたね、はい、いや、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、どうもお忙しいところ今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、審査が今無事に終わり、写真も撮り終わり、全部終了いたしました。いやー、疲れましたね。ものすごい、やっぱ審査を今回は初めてさせていただいたんですけど、いかにこうインパクトを最初に与えるかっていうのはすごい非常に審査する上で大切だなと思いました。世界選手権、まあ、来年以降自分も挑戦していこうかなと思っているので、そこでやっぱ勝つためには自分なんかの名前は知られていませんので、まあ、いかにこう最初のファーストインパクトってところで与えられるかっていう体作りに気づかされた大会でありました。いや、選手の皆様本当にお疲れ様でした。審査の方々もお疲れ様でした。そんな感じですかね。うん、まあ、審査のことでいうと、まあ、結構その 1位、2位のあたりの選手っていうのは結構まあ審査しやすいんですけど、やっぱ3、4、5とか6、7とか中間位の選手っていうのは結構まあ難しかったですね。まあ、それが一番の感想ですね。はい、ということで、こんな感じですかね。もし、今日の動画がいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。